はい、皆さんこんにちは、今日のハーチャンネルは、まあ、メイク動画を撮っていきたいなと思うんですけど、なんか今リモートメイク、リモートでこうメイクさんに教わったりとかする動画ちらほら見かけるんですけど、私普段あんまりメイクしないんです。だからあんまり自分で自発的にメイクするってどんな感じなんだろうっていうこともあり、まだちょっとこういうねご時世的なものもあって、今日はちょっとスペシャルゲストにお越しいただいているので、その方からリモートメイク、教わりたいなと思います。早速じゃあどうぞ。呼んだ、あ呼んだよね、川北さんです。テンション高い。どうもどうも、どうもどうも、こんにちは。ちょっと軽く自己紹介を、では皆さん。いやいやいや、皆さんこんにちは、世界の川北です。絶好調です。今日冗談です、冗談です。ヘアメイクの川北です。川北さんに、もうみんな女子の憧れ、川北さんに来ていただきましたよ。いやいやいや、本当にですよろしくお願いします。今日はね、ちょっとリモートメイク、はい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 、やりましょうよ。どうなのリモートメイクって。できる、もう簡単にできるから、ね、皆さんも真似できるような難しくないやつお願いしたいです。もちろん簡単にできますよ。やっていこう。いい？もうスキンケア終わってるんだよね。はい、終わってます。ペタペタしてる肌は。ペタペタしてる。どうスキンケア？ちょっとギトリとしてる、うん、ギトリとしてる。じゃあ、あれだね、一回ティッシュオフした方がいいね。ギトリとした。小鼻とかさ、目元とか軽くティッシュオフして。はいはいはい、いいですよ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 。もうリップクリームも塗ってるもんね。はい、塗っております。 OK、 じゃあいきましょう。あのね、まず一番大事なことね、これを忘れちゃいけないっていうのが、だいたい日焼け止めと下地が一緒になってるやつをまず使ってほしいの。なるほど、ね、日焼け止め、はい、これ大事なのよ。いくらはーちゃんが肌綺麗といえど、やっぱり日焼けが大敵でしょ。シミとかね、そばかすになっちゃうからね、ちゃんと日焼け止め塗ってください。ね、だいたいね、パール粒ぐらいちょっと手に取って、こんなもんかしら。あー、母ちゃんの顔にはちょっと大きいけど、余ったらもう首塗っちゃえばいいから。なるほどね。うん、でそれより5点置きしてください。おでこ。何5点置き。あ、手でいい。おでこ手でいいですよ。おでこ、はい、ほっぺ、両ほっぺ、1、2、3、ほっぺちょっと多めがいいですね。ほっぺ多め、うん、はい。であと顎、はい。であと鼻、まあ、そんな感じです、はい、でそれちょっとまだ手に残ったやつを置いといてください。まだこのままの状態、はいはい、OK、 じゃあそれでバッと広げてください全体に。でね、この時のイメージは、うん、顔にもさ高さがあるでしょ。ちょっと頬骨とか高いじゃない。でおでこも高い、うん、その辺をちょっと入念に塗るようなイメージを持ってるといいかもしれない。そうですね、そうですね。これお手持ちのそういう UV クリームで何でもよろしいですか。何でもいいです、何でもいいです。で今マスクね、みんな結構外でもしなきゃいけないってね、大変だと思うんですけど、マスクしてるから、日焼けしないと思ってる方もいるんだけど、するのよ、マスクしてても。でそのままで UV 入ってないんで、日焼けもしちゃうんで、必ずねしっかり日焼け止め塗ってください。で下地が一緒になってるやつを持ってれば、もうなお簡単、もう一発で終われるんで、そうね、うん、で目元もやっとこう、一緒に目元もパーッとやってください。はいはいはい。で、はいはい、余ったやつを、はい、手のひらに取ってください。余ったやつをパッと手のひらに取ってください。ここ首、首大事、首ですよ、首。 OK、 そしたらなんかスポンジかなんかある？あります。はい、もうきちっと全部もう一回バーッと伸ばしていきましょう。ここ結構ゴリゴリこう、もう顔洗いのやっちゃうとね、肌が傷ついたりとかね、刺激によってね、肌荒れしたりとかもするので、優しくスーッとムラなく伸ばしていく感じですね。おお、いいね、上手だよ。いいかな。お、うん、いい、いい、そんな感じ。はい、もうこれだけでさ、ちょっとツヤっともするでしょ、うん、いや、ほんとほんとね、肌補正もできるからね、うん、下地が入ってるような日焼け止めをうまく使っていただいて、ちょっとこうツヤっぽい肌になるといいかなと思います、ね、うん、綺麗綺麗綺麗。でしかもマスクで暑いとかになるとさ、嫌じゃないと崩れたりするからさ、うん、ね、でも本当はこれで OK って言いたいんだけど、さすがにちょっと補正したいよね。で、はーちゃん気になってるとこどこ、どこは
どこだけちょっと軽くカバーしたりとかある？やっぱりね、ここね、クマのとこね。もう昔からなんだけど年々やっぱりひどくなってる気がする、皮膚が薄い部分とかがくすんで見えるというか、うね、この辺が、そのはーちゃんが言うように皮膚が薄いから、あのクマでちょっと透けて見えてきちゃうから、そこちょっとオレンジでカバーした方がいいよね。今コンシーラーあるよね、そこに。こちらですかね、はい、コンシーラー持ってですね、オレンジ色を使ってください。オレンジ色をその気になってるところにちょっと置いてみて、はい、この色だけでいいかな。そう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 、その色だけです。こんな色なじむんかいっていう色をね、ここにも気になってるの。いいよ、ドンと塗っちゃってください。そう、ドンと、あ、いいですよ、あ、いいですよ、こんなもん、はい、そんなもん。あと気になってるところどこ？あんま、どこ、この辺ないんかい。いや、あるよあるよなんかほんとさ、UV クリームだけでちょっと満足してる自分がいない今綺麗になったからね、あと小鼻だよね、小鼻とかこの辺、あのほうれい線のあたりとか多分好きな。じゃそれはベージュ系でやってください。ベージュ系、そう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 、ちょっとベージュ、はい、そうそうそう、はい、 OK。 であと目のところも若干くすみやすかったりするじゃない、そうだね、ね、でそれはオレンジ置いてください。オレンジ、オレンジ、トントン、くすみにはね、オレンジなんですよ、はい、はい、OK。 で今クマ一番最初に置いてくれたクマあるでしょ、クマのオレンジあるでしょ、その1センチぐらい開けて、1センチぐらい開けて、そうベージュをそこに入れてください。そうそうそう、はい、 OK、 はい。今度それをスポンジでなじませていくのよ。スポンジどっかある？捨てた？大丈夫？捨ててないね。捨ててないわ。このなじませ方はもう本当なんていう感じ、もう本当にトン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 って優しく置いていく感じ。特にクマのところはね、優しくトン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 、日の森トーンってね。あれ？これ無視する番組なの？これ無視とかある番組なの？これ絶好調すぎるのよ。いやいや、絶好調、そうそうそう、上手、上手、めちゃめちゃこれ今片側だけやってんだけど、そうそう、馴染むね、クマのとこだけ、いいでしょ、ほら綺麗、馴染む馴染む、別簡単だった、ね、ってこことここと、ここ、そう、そこだけで、小鼻のところもね、ほうれい線のとこさーっとこぼかしていけば、あの肌に自信がない人とかってね、もちろんいらっしゃるの分かるんだけど、あのぜひこのメイクやってみてください。特にね、このマスクしてる時に崩れやすいじゃん、肌って。でその時に厚塗りしちゃうとやっぱり気になってくると思うのね、汗でどん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 落ちてきちゃうと か、 だからこれぐらい軽くね、気になってるとこだけカバーするってやると、本当に肌がね軽いと、あの、まあ、ちょっと息がしやすいというか肌呼吸もしやすくなってくると思うから、これもぜひやってもらいたい。 うわめっちゃ綺麗、出るね、ツヤツヤ出るし、色のムラもカバーできたでしょ。やっぱりそのここにはオレンジ系、ここにはベージュ系っていうのが大事なの？大事大事。あの間違って目のクマのところにベージュ入れちゃうと余計にクマっぽくなっちゃうの、余計にこうちょっと青い感じになっちゃうから、それすごい大事で、もし骨格もうちょっとこうしたいとかああしたいとかあれば、コントワなんだけど、コントワリングってこう影つけていくんだけど、もうズームで考えたりとか、例えばまあこれぐらい簡単なメイクがいいっていうんだったら、それはまた今度にしといていいと思うの、コントワとか難しいでしょ、自分でやってって言うのね、確かに。だからこのまま今度次パウダーいきましょう。はい、パウダー、パウダーある、パウダー OK、はい、それです、これです。それをスポンジにちょっとつけて、つけます、さっきのでいいんだよね、はい、これで、さっきのでいい、さっきのでいい、もうで、一回手の甲にトントンと入れる、手の甲に一回払う、はい、で、今一番押さえたいところは今、全部カバーしたところあったでしょ、クマとか小鼻とか、そういうところにまず置いていこうか、トン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 って軽く、そう、ポンポンポンでいいです。この時にこすったりしないで置いていく感じ、トン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 って感じ。おー、綺麗綺麗、いいよ、一回手でね取るという、そう、馴染ますの、そう、やっぱりね、粉含みがちょっと多かったりするとドンと重たくなったりするから、一回手でトントンと払うってこと。であとはテカりたくないところ、テカりたくないのはどこ？おでことかテカりたくないでしょ？そうね、おでこ、あれだね、なんかこうパフみたいなのでやるイメージだけど、スポンジでもいいんですね。スポンジで全然いいと思う。でこのスポンジはもうここまで使ったら、もう夜ね、お風呂入るときにさ、
一緒にスポンジと入っていただいて洗ってまた翌日これを使うの。なるほど。ですれば衛生的だし、ね、バイ菌とかもね、雑菌とかも湧いてこないんで、それが一番いいかなと思います。だいぶいいでしょ。このパウダーも SPF が入っているものがあるんで、できたらそういうの使っていただいて、ね、日焼けの防止していただけたらいいと思います。綺麗です。もうこれで本当は OK にしたいです、ぶっちゃけ言うと、うん、だけどもうちょっとやりたいじゃない、さすがに、確かに。アイシャドウ、クリームアイシャドウやってみよう。アイシャドウ使えるか。そこにあるクリームアイシャドウあります。何系がいいかな、何系が。あーちゃんはね、やっぱり夏はさ、ちょっとテラコッタみたいなやつあると思う、ね、テラコッタ、テラコッタ、うん、ちょっとオレンジっぽい、あ、いいですね、うん、それをですね、まあ、人差し指でも中指でもいいんで、ちょんと取っていただいて、はいはい、じゃあもう目元にドンと塗っちゃってください。グラデーションさせていくように、ワイパーのようにこうやってさっさっさっさと広げてください。これいける？これさ、何？もう1回でいいの？うん、1回で、とりあえず1回。え、1回です。まあ1回やってみる。1回やってみる。そう、1回やってみて、あれ発色薄いじゃん、全然じゃんと思ったらもう1回重ねればいいから。なるほどね。うん。色を確かめながら塗るみたいな感じにすると失敗がないかな。お、綺麗。どう？もうちょっと出してもいいかなと思ったらもう一回取って重ねていく。あ、どうだどうだ。あ、いいじゃんいいじゃん、簡単。あ、すごい上手。そう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 、あの広げていく感じで、自分の目の幅をこう縦にグッと広げていくぞと、縦と横にグッと広げるイメージを持って指をワイパーのように動かしていく。結構あの二重のこのラインぐらいいってもいいってこと、うん、もっといっていいです。もっといい、もっと、もう目の眼球の上の方、眉の下ぐらいまでさーっとぼかしていく。そう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 、上手。はいはい、これで一回見てください。あら、かわいい。あ、いいじゃん、簡単でしょ。おー、上手。俺ね、はーちゃんがこう自分でメイクしてるの初めて見たわ。そうなの、やんないのよやんないもんね。お、どう？めっちゃいいよ。馴染むね、これまた。どうよどうよ。手であんまりやらないの、うん、やっぱりブラシとか使いがちなんだけど、うん、手は手で馴染む。そう、手の方が簡単にいくでしょ。うん、うん、なんか、あ、ちょっともう少し伸ばしたいなとか、もうちょっと色足したいな、も簡単にできるんで、あの手こそ一番あの重要な筆だと思ってるから、僕の場合。なるほどね。これはね、クリームパンじゃないんだよ。キャッチャーミット？キャッチャーミットじゃねえわ。綺麗な筆なんですよ、俺の5本の筆だと思ってます。確かにね、商売道具ですね、大事なね。商売道具でキャッチャーミットちゃうで、ストライキーちゃうで。すごいな、今日も絶好調。無理して頑張っていただいてありがとうございます。うん、なんかね俺の部屋ね、なんか暑いのよここどう、ここまでできたでしょ。うん、めちゃくちゃ簡単。じゃあ次、最後マスカラいこう。マスカラ、マスカラ、マスカラあるでしょ、その辺に。怒ってないの？ビューラーちゃん、ビューラーいらない、ビューラーいらない、ビューラーいらない。出た、ビューラーいらない。あ、そうそう、川北さんの撮影あんまビューラー使わないのよ。え、いらない。それはさ、人によって、うん、この子の目はとかで決めてる。いや、もちろんもちろん、その人の目によっても変えていくんだけど、うん、俺はーちゃんの目はそんなにこうバチンと上げなくていいと思ってる。うん、上げない方が、今の感じの方が色っぽいの。なんかさ、結構さ、上げると奥二重気味になっちゃうからね、うん、そうなの。上げない方が綺麗な二重になるでしょ。うん、それは思うね。上げてもちょっとこう自然にね。そうそうそう、自然、ナチュラルに上げた方がいい。で、はいはい、今だったらさ、それこそマスクしてる人はどんどんそのね、湿気で落ちるんだって、うん、まつげが。だからビューラーで上げちゃっても、うん、今度落ちちゃうじゃん。落ちちゃうから気になるんだと思う、ね、だから最初からもうちょっと上がるっていうマスカラを使ってもらって、まあ、それだったら多少落ちてもそんな気にならないかなと思うから、ちょっとカール力のあるマスカラを使うだけでいいかなと思います。じゃあ下地もいらないってこと？いらない。じゃあどっちでも。下地はいらないです。うん、重たくなるんで下地使うと。すごいよ。これでいくよ、じゃあ。もういっていって。そうそうそう。それでさっと。その時に気持ち、ちょっと上げるぞぐらいの気持ち。気持ち上がってほしいなみたいな気持ちで上げ、やっていく。それだけ十分いける。でこれをじゃあ今塗ったけど、ね、これをホットビューラーとかで上げる感覚でいいのか。うん、でも今上げなくていいかな。あ、本当。もうそれだけで綺麗。黒目にかかってないから OK なの。
要は、まつげが黒目にかかっちゃうと目が小さく見えてきちゃうんだけど、黒目にかかってなければ全然こうアイキャッチって今も目の黒目に光がパチンと綺麗に入ってるのね、うん、これが大事なの。黒目にかぶらないってことが大事。まあじゃあ気になる人はちょっとあげるぐらい、ちょっとだけあげたりとかね、ちょっとだけあげるだけ。じゃあもう眉毛は整えるだけでいいでしょ、また綺麗な眉毛してるから。眉毛はどう、これより良くするためやどう。一回シェイプ、スクリューブラシでそこにある、そうそうそう、それで一回シェイプして、気持ち下がらないように、そうそうそう、毛の流れを整えて、もうあんまり描きたくないじゃない、うん、そしたらクリアマスカラってそこにないかな。クリアマスカラ、うん、はい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 、あったでしょ、はい、それで、ね、そう、もう一回同じ工程やってみて、自分のまつげどういう形にしたいかって言って整えてみて、それで上に上げる感じがいいよ、ちょっと上に上がった方がいいね、うん、毛の流れを自分で、あ、綺麗じゃん。濡れ感が出てちょっとエッジが立つから何も描いてないのに綺麗に見えてると思うんだ。おお、上手、ナイス。これでだいぶ違うよ、多分最初と。でしょ、うん、かなりいいと思う。顔の色ムラも補正できた、ちゃんと下地で UV ケアもできた、うん、ね、でアイメイクでテラコッタの今年っぽい夏の色が入った、うん、眉毛は少しクリアマスカラでエッジを立てたと。でこれで最後リップもちょっとちょんちょんって塗ってください。その辺にまたテラコッタっていうリップがある。テラコッタ、あ、テラコッタで、もうテラコッタ、テラコッタで、なんて凝ったって言いながらやってほしい。あ、すごいわ今日。はいはい、ありますよ、テラコッタ、ペンシル型でいきましょう、はい、じゃあそれちょっとちょんちょんと、はい、ペンシル型でバチンと塗らなくていいと思うんだ、全部ポンポンポンと、なんか軽くポンポンポンとトントンと、うん、はい、オッケー。あ、でも可愛い、やっぱテラコッタいいね、簡単におしゃれになれちゃうから、これテラコッタ推しで行きたい、みんなにテラコッタを買ってもらいたい。夏はね、本当にテラコッタでいいと思います。本当なんかそうね、綺麗に塗らなくていいかも。そうそうそう、ラフに塗るとカジュアル感も出るんで。あ、いいじゃん、これでもう完成。ちょっとピン外して、ほら、おお、どう皆さん、違いますね。いや全然違うじゃん、ナチュラルに艶が出たというかね。で夏の感じ、夏のちょっと色を使ってですね、カジュアル感も出しつつ、春菜でもできたよ。いや俺ちょっと安心した、本当は心配してたの。そうだよね、だってやんないんだもん普段。いや俺本当に見たことがなくて、やってるところを、うん、やんないの、メイク落としてんのしか見たことないからさ。やっちゃったね。できたでしょ、リモートメイクでも。できたよ、誰でもできるわ。ツヤがあるから、なんかあの重たくないし、肌もフレッシュな感じ出るし、自分の肌っていう感じがちゃんと残ってるじゃない。でマットにするとなんかカバーして隠してますって感じがちょっと残る感じがしちゃうから、やっぱこういう軽くねツヤを入れて気になるところだけ補正みたいなね。もう今年のスタンダードなベーシックな川北メイクっていう感じで。そうそうそう、もうベーシックな川北メイク。でも本当こんな感じで撮影もね。ね。で必要だったらライナー引くとかさ、うん、必要だったら眉毛強く描くとか、なんかそんな感じじゃない。意味を持たせるメイク、今日の例えばハーちゃんが着てる T シャツのラフな感じに合わせたメイクだったらこういう感じがいいと思う、うん、シチュエーションとか衣装に合わせて変えていけるもんね。そうなの。いやいや、こんな簡単だと思わなかった、うん、ありがとう川北先生。はい、やってください。世界の川北ティーチャー、ありがとう。世界の川北、いや世界の川北。え、なんかあの世のこう女性にありますか、うん、言っておく。いや、ありますよ、もう川北メイクロン2買った、それだけ聞きたいわけ。買ってるよ、あの手に入らないんだって。本当に買いたい人が買えてないのよ、はい、とこうハウツーもいっぱい載ってるしね、わかりやすく。そうなの、すごいわかりやすいよ。今のはーちゃんのね、あの動画見ながら、この動画見ながらでもね、うん、勉強できると思うんで、ぜひ見てもらいたい。ありがとうございます。ありがとうございました。リモートメイクでした。ありがとうございました。